あ今夜も始まりましたナックでロック、お相手はいつものスターダストレビュー根本かなめと久保田由美です。もうちょうど新学期が始まったとかっていう状態なんですからね。今回どうなんですかね、そのコロナが明けたような明けないようなっていうね、この減少の仕方がね非常に鈍化しているところもあって、まだまだ心配は心の中にね皆さん持ったままだと思うんです。僕はねまあ一昨年ぐらいからのこのコロナの中で日本中が、いや世界中が大変な状態になってるけども、それこそ僕らみたいに人を集めて、ライブをやったりする業界の人たち、お芝居も含めてね音楽関係も本当になんか今まで経験したことないくらいの圧力というかね、何をやったらいいのか本当にこうカーテンを閉められちゃった感じだったんだけど、それでもまあね、休むわけにはいかないとか、なんとかしようと思って、例えば僕らだったらコンサート開催におけるガイドラインっていうのが出てきて、去年ね、それでまあ去年は、まあ、ツアーできたけど、まあ一昨年は日比谷の野音をねやらせてもらったりとか、まあお客さんに、検温手洗い、それからあとまあ個人情報の提供もそうだけども、やってもらうことによってコンサートできるようになる。で、もちろんお客さんライブ見たいっていう人たちはね、あ、それでもやれるならいいやと思って見に来てくれたりするわけだけども、なんとなくその音楽とのそんな大きな接点を持ってない人たちがどんどん離れていってしまった感じがあるのよ、うん、もちろんねこれは俺たちレベルだから余計そう感じるかもしれないけど、有名な人は相変わらずやっぱりなんていうの、例えばコンサート会場にじゃあ5000人の会場でやりましょうって言った時に、ね、それを見たい人が1万人以上いればとりあえずは売り切れたり、まあね、そんなにスカスカな状態じゃないかもしれないけど、それこそ知名度がない人にとっては本当に死活問題で、配信やったってさ、ちょっと前だったら、配信やりゃね、会場に入りきれない人たちの人数が見るんだから、配信は新しい音楽の手段じゃないかっていうような言葉もあったけど、いやいや、やっぱり配信なんてどっかで飽きられちゃうしさ、うん、そんな毎回毎回たくさんやれるわけじゃない。で、僕らの使命感っていうのはもちろん自分たちの音楽を知ってほしいっていうのもあるけども、音楽が活性化してほしいと思うわけじゃん、うん、それはいろんなバンド、いろんなタイプなバンドが出る、いろんなミュージシャンが出る、いろんなアーティスト、いろんなボーカリストがいろんな種類の歌を歌う、というところで音楽という土俵が広くなれば見に来る人たち、あるいは聴く人たちもどんどん増えてくる。これが今例えばなんだろうね、じゃあヒップホップしか流行ってなかったら興味ない人全く見なくなるわけだよね。それとは別に演歌もあれば、ポップスもあるし、だから自分の好きなものを見に行く、その間になんていうんだろう、その融合するような音楽が出てきたりすれば、あ、こんなのもあるんだって言ってね、お客さんの興味は増えるわけだけど、うん、いかんせんここ2年ぐらいの中にその、ある意味ミュージシャンが一番こうお客さんに伝えたい思いを語れるライブができないというところで、僕は正直かなりへこんでたところがあったのね、うん、でそんな時たまに会うゴスペラーズの連中はこの俺の話をすげえよく聞いてくれたわけで、やっぱ元々がライブ好きでね、そうですね、グッドライブやってらっしゃる、今日はそのゴスペラーズからですね、うん、はい、まあ5人来るとですね、本当俺が喋る余地がなくなっちゃうよく喋る5人だから、はい、そんなから今日はですね、はい、酒井君と安岡君が、うん、まあ、2人ともまあ十分よく喋りますけどね、来てくれてですね、もう本当に僕は今回嬉しかったのはその彼らがね、ツアーを始めると、で、一緒になんかその音楽、特に音楽の中でもライブってこんな楽しいんだってっていうのをね、伝えてくれるやつらなんです、僕はまあ、彼らは後輩だからね、弟バンドのようにこう、思ってるかと思いきや仲間なんだよね、うん、だってあいつらの方が知名度でかいし一曲も持ってるし、なんか俺嫌な言い方しちゃうけどかなりゴスペラーズを利用させてもらってるところがあるんだよね先輩としても本当にあれでもすごいいいコラボレーション、それをねいつもあいつらもね、甘んじてこう受け止めてくれる、でなんて懐が広いっていうかね、すごく、今日二人ですけど誰が来てくれても同じようにいつもね楽しい時間を過ごしてくれるやつらなんですけど、そんなライブに対してね思いもある二人なんで、今日はですねそのゴスペラーズ、僕なりにちょっと紐解かせていただいてね、彼らとねよく飲むんだけど、よくてそれは打ち上げがあった時とかね、でもあんまり音楽の話をしたことがないんだよ。あ、そうなんですか、うん、今日のライブがどうだったああだったとか、はい、あいつがこうだったよとかみたいな話すっげえ盛り上がるんだけど、いざそれぞれの音楽の話とかっていうのはもちろん
ゴスペラーズがあのスターダストレビューのアカペラを聞いて始めたんだよっていうことはよくね、いろんなところで言ってくれてんだけども、そういう意味じゃ俺もゴスペラーズを あんまり語ったことなかったし、彼らもね、そんなまあ俺たちにはいろんな思いを伝えてくれるけど、なんかそんな共通点とかね、あの今日うまく語れたらいつもとはちょっと違う、もしかしたら音楽的な、ハードルは高いかもしれないけど、分かりやすく、なんだってこの2人はですね、そういうとこ上手なんで、あのうまいこと音楽的な話も噛み砕いて皆さんにお伝えできると思うので、ぜひ、今日はねゆったりと楽しんでいただきたいなと思っております。はい、はい、では、番組からまず1曲お届けします。ナックファイブ、ナックでロック、スターダストレビュー、やっぱり会いたいよ。新しい世界が始まる、抱き合おう、キスしよう、君と距離を測りながら、手もつなげずに言葉も交わせず、それでも溢れる想いはマスクからこぼれ落ちた。スタンプの嵐に思い託して、この後はゴスペラーズの酒井雄二さん、安岡豊さんをお迎えします。スターダストレビュー、やっぱり会いたいよでした。さあ改めましてね、私にとっては一番楽なゲストですもうお呼びしといてこんなこと言うのもなんですけどね、本当に、はい、ゴスペラーズから、酒井君、そしてですね安岡君来ていただきました。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。安岡豊です。光栄ですね。楽なんで、いやというかね、本当に毎回俺付き合い長いけど、ゴスペラーズぐらい俺のなんていうの、負担を軽くしてくれる人たちはいないというかそれは演奏もそうだし MC も、それからね、なんかね、あの先を嗅ぎ取ってくれる、なんかこうあるんだよね、空気を読み取ってくれるというか、うん、なぜこれがうちのメンバーにないんだろう、毎回ゴスペラーズに会うたびに毎回思うんだよ。飛び火がすごい。メンバーの皆さんすいません。やっぱりね、5人もいるんでね、うん、なんかちょっと空気読んじゃうみたいなところが。いやでもすごいな、この連帯感というか、ね、本当にいつも、まあこうやってね、あのゴスペラーズといる時って、例えばじゃあ5分適当に顔合わせて、じゃあねとかじゃなくて、本当にライブやったりする時だから、長い時間一緒にいるけどな、ね、本当に彼らの呼吸っていうのはすげえなと思うよ、うん、ステージ上でも裏でもやっぱそうですか、んな感じがするね、うん、あんまり裏表てないよね、みんなの感じがするね、まあ、そうですね、あのステージに乗る前にスイッチ切ったりはしてないですよね、うん、まあそれ要さんもそうですけどね、そうそう、あのね、ちゃんとたまにいるじゃないですか、スイッチが、そうだな、あのステージ乗るまでスイッチ入らない方って、うん、ためてらっしゃる方、話しかけるなよっていうオーラを持つ人も中にはいるけど、うん、あのゴスペラーズに関してはもう本当にいつも平常通りっていう、だってよく本番直前にステージ脇で要さんがお前ら少しは緊張しろよって、ね、言ってくる時がありましたね。この間の、まあ、もう2年ぐらい経つのかな、はい、あの名古屋の音井町というのもね、今日あのこういう状態なんでちょっとあの盛り上げに徹してくれみたいなところで、うん、もう本当にね、もうあの顔を合わせた瞬間にすぐそれが伝わっちゃうっていうかね。あれって何もリハーサルがあったわけでもないですよね、あの話の内容を打ち合わせしてたわけでもないですよ、ね、もう僕らの中の、うん、まあ、バラエティとかラジオ好きとかそういうところが、そうね、そう、ね、まあ、でもあんなに近くで自分たちが客席で他のミュージシャンの方を見られる機会ってないじゃないですか、うん、そうね、音市音座は ね、あの無観客でやったんで、ね、せいぜい、まあ、僕らね出演者が客になろうという話、ね、
話だったからね。客席をね、我々出演者で埋め尽くしてというか、うん、単純にはしゃいでましたからね。もうわーって清高さんに指刺されて僕がキャーキャー言う乙女になっちゃった女子かっつってそう、あの ODU はまずかったなみたいな。いやいや最高だった。でもね、本当にそういう空気を作ってくれるでしょ。で何よりもやっぱりさ、あのコーラスは例えば俺たちが今年ね、ついこの間ですよ、あの、大阪でソックドランクドライビングの、はい、イベントやったりした時も、普通はじゃあ例えばコラボだからここ歌ってね、ここ歌ってねって言われるけど、ゴスの時はじゃあここコーラス頼むなって言うと、はいって言ってそのコーラスをちゃんとやってきてくれるんだよ。お、俺たちのコーラスをコピーしてくれる時もあるし、オリジナルで作ってきてくれる時もあるんだよ。そんなめんどくさいことやんないよ。いやいや、それの専門職ですから、ある種のそれは我々が楽器を弾けない代わりに、我々にとってハーモニーが楽器なわけですから。いやいや、もう本当にすごいなと思って。それ完全にカバーする時とオリジナルする時っていうのはどういう分け方なんですか。オリジナルの音源聞いて、ここやっぱスタレビさんの通りにまずできるようにしとこうと。分からない時は教えてもらってね。その上でなんかやっぱり一人二人は自由にやるやつも作っとこう。なるほど。なんかそんな風にこれでいいんじゃないか、いいんじゃないかっていうんで、どうでしょうっていくんですよ。いやもうね、あのこの間ね、そのストップトランクドライビングのライブのね、最後にね、ヒール・ザ・ワールドを歌うんですよ、はい、これがゴスペラーズ初めてだよね。あの毎年あの歌ってるんですよ、エンディングにあれって。それでその歌い分けっていうのがあって、うんうん、もう今年はあの、まあ、コロナもあって出演者がいつもの、3分の2ぐらい、もう割と少なかったんだよ、ね、なるほど。だからゴスペラーズをいいように使ってるっていうか。いやここはコーラスで、じゃあここは黒さ、ここは誰だよ。もう本当にみんながそれぞれ、そしたらさ、俺たちの隣でゴスペラーズ歌うんだけど、じゃあさ、順番的にこれ俺がじゃあここにいるから、で村上がじゃあ俺がここだから、じゃあここでぐるーって回るかって言って、みんなちゃんとその表に出るときね、カメラも入ってるから、うん、配信もあるし、ちゃんとじゃあここで歌い終わったらこういう風にフォーメーションになって、あのベルトコンベアみたいにローテーション組もうっていう打ち合わせがあって、リードボーカルが常にステージの面に出て、お客様に一番近いところで歌うという風に、それが決まるところをね、要さんがニヤニヤ見てるだってさ、すげえ。それでさ、俺さ本当にすげえなと思って、みんながなんとなく歌ってるだけだからさ、あのテレビカメラ的にはね、本当にこのミュージシャンたちがわーっと声出して歌うそのシーンを撮りたいわけだから、そんな風にゴスペラーズがもうこうやってるフォーメーションしたら、かーこれもテレビ局の人は嬉しいよなと思って、うちのメンバーいたら、うちのメンバー全員マスクしてたんだよ。おい、お前ら歌う気全くないなみたいな。おい、ゴスペラーズ全員でこうやってたのに、なぜうちの連中だけマスクしてんだ。他のバンドもいるんだよ、マスクしてんの、うちの連中しかいねんだよ。またメンバーとバッチリですよ。本当にどんだけお前たちはマスク好きだみたいな話して、でだからね、毎回会うたびに本当にこう俺の MC を助けてくれるのもあるし、あとあのいつもこれやりたいんだけど、やりたいんだけどってね、今までもいろんな曲やらせてもらってるけど、はい、本当にゴスペラーズからあの文句出たことがないっていうか、あ、スタラビさんそれやりたいんだったら僕はそれ、はい、じゃあくっついてきますみたいな。無理難題はあったんではないでしょう。いや無理難題という無理難題はないよ。そうだから本当に一番最初にやっ、はい、うん、うん、らせていただいた時に、うん、もっと好き勝手やれって言ってくださったんで、それでいきなりやりやすくなりましたね。基本的に譜面を先にいただくことも多いんですけど、うん、あのその譜面に書いてないことをもっとやれっていう風に言ってくださったんで、それは僕らにとってはものすごくセッションはしやすくなりました。もともとね、みんなが歌うから、はい、その、まあ、一人一人が看板なわけでね、その歌うってことはね、だからそういうバランスの取り方とか絶妙なんだ。やっぱりどうしてもリードわかるってね、いう人がいて、他はあのなんていうの、バンドですみたいになると、うん、かなりこうなんていう位置づけが見えちゃうけど、ある意味ゴスペラーズはね、5人が顔になってるわけだからね、うん、これはさ、どうなんだろう、その昔のこともう100万回聞かれると思うんだけど、デビューの時からそういう方針だったの。そうですね、全員リードボーカルの、うん、なんていうかハーモニーグループというかボーカルグループをやろうっていうのは最初の最初からありました。なんかね、ゴスペラーズっていう名前も今はねすごい名前ついちゃったなって思うんですけど、あの一人一人がうまいっていうところに憧れたっていうのがあの名前の発端なんですよ。でそれが合わさってゴーってなってるじゃないですか。ああいうハモニーやろうぜって村上は言ったんですよ。なるほど、うん、そこでじゃあもう本当にじゃあ俺がリードボーカルでっていう感じにはならなかったってことだ、うん、そうなんです、最初から。だからそれこそライブの MC も全員
喋ろうと、うん、であの大学のサークルでは先輩後輩だった中でデビューしたんですけど、うん、もう敬語もさん付けも全部いらないと、うん、そこはさ俺も微妙にでもねうっすら感じるの。わかります。わ、ね、かります。なんかね消えきれなかったんですよ。あるよね。そうそうなんです。まあ逆にこの年になった方があのもう消す必要もなくなって、なんか楽になりましたけどね。そこがね美しいとこで、ちゃんとあの前提があった上でなくそうよみたいなところがあるんだよ、うん、これうちはもうそれだけでしがみついてやってるからね俺は先輩っていうだけでやってるから本当に。そうですか、ね、いやだから本当ゴスペラーズ見てるといやすごいチームだなと思うもん。でデビューからさ、例えばアカペラ、もちろんアカペラグループだけど、うんうん、ちゃんと曲とかは工夫して、演奏もそうだし、例えば、スナッピングだけでとか、うん、あとはまあ、打ち込みもそうだけど、うん、そういうのやったりしてるわけじゃんか、はい、だからそのコーラスさえできればとにかくどんな全ジャンルでやっていこうみたいなのは最初からあった。そうですね、ジャンルのないボーカルグループっていうのがデビューの時のキャッチフレーズで、だからソウルミュージックだけじゃなく、うんうん、もしくはあの僕らよりも前の世代の先輩方の例えばドゥーアップとか、うん、そういうのだけじゃなく、うん、今のコンテンポラリーな音楽からそれこそロックだろうが、うん、ラテンだろうがジャズだろうが、うん、何でもハーモニーで乗っかっちゃえば、まあ、うん、例えばハーモニーとかアカペラってジャンルじゃないので、ただの、まあ、手法じゃないですか。そうね。なのでそういうのがテーマにありましたね。でもさ、一人は完全アカペラじゃんか、はい、ああやって日本の曲の中でアカペラのヒット曲ってあった？あれってアカペラの中では、うん、あの曲3位になったんですけど、うん、アカペラの中では珍しいことだったんですよね。おそらく僕が知ってる限り、その、あのボビー・マクファリンの Don't Worry Be Happy っていう曲が、うん、あの今までアカペラ曲で1位になった唯一の曲って言われてたの、うん、あの曲が大ヒットした時に。で、ゴスペラーズの一人が、あ、1位にはなってないのか、あれは。あれは3位で、うん、まあそれでもアカペラで日本で当時的に最高順位っていう、初めてまあトップ3に入った曲。ないよね、その、いわゆるアカペラのヒット曲っていうのは。そうです。だから、好きあらばアカペラでヒット出したいよねって言ってた、うん、言うなら本当に俺らアカペラ出身の、うん、の根っこがあって、うん、まあ、あのアカペラじゃ売れないよ君なんて言われて、うん、でちょっとバンドと一緒にねライブやったりして、でもいつかここぞっていうところでシングル切りたいよね、今回ダメですか、あすいませんじゃあ伴奏つけますすいませんみたいなこともあって、うん、ダメだったかちくしょーなんていう思いでも、ね、その最初からさ、まあ俺もそのゴスペラのことそんなにすげえよく知ってたわけじゃないけど、25周年の時にボックスもらって、うんうん、はいはい、ね、それでこう今までの君らの道のりをそれなりに俺もありがとうございます、ね、あの50何曲もあってすいません本当だよ本当だよ。それでさ、あのなんとか、あそうか、最初の頃はあの人の曲も普通にやってんだ、あ、うん、途中にも出てくる、もうさ自分たち普通は曲書く人間ってどうしたって俺の曲、はい、あ俺の曲みたいなところが出てくるけど、平気で人の曲は使うわ、うん、ね、あの共作はするわ、うん、あんまりこだわりないしね、もう何とかして売れたかったんですよいやだから自分たちダメなんだったらもう、うん、あの提供曲でも作家さんがいい曲でも、うん、そこはもうほら売れたいから、あまあでも勉強になりましたよ単純に、うん、いい曲だなって思うし、プロの作家が作る曲って、うん、あなるほどこうなってるんだっていうのを、うん、であのアレンジャーの方の、うん、その和音の組み方とか、うんうん、あれってそうなってるんだっていうのを、まあ僕らも20代前半でね学生のうちにデビューしたし、誰も音大出身じゃないですから、うん、そういう意味では一からなんかまあプロの仕事を学ばせてもらったところもありますね。でもさ、それでまあ例えばじゃあ売れれば、はい、そっからもうやっぱりなって言って自分たちオンリーで固まるかと思いきや、うん、全然そういうこともなく人の力普通に持ってきて、プロデュースもそうだけどね、やりたいことはきっと自分たちやってるんだろうけど、そのまとめるところは誰かに任しちゃったりとか、その器量っていうかね、懐はすごいなと思って、なんか全部自分たちでできるともそんなに思ってないかもしれないそう、まあ、あの素人スタート、何分アマチュアスタートで、ね、こんなんでいいですかファーストアルバムっていう感じ。何よりもさ、さっきね安岡言ってるけど、音大出てないとかね、その、うん、アカデミックに音楽教育受けてないっていうのはさ、ミュージシャンにとってものすごい卑屈になるからね。なるなります、なります。今でもまだ本買いますもん僕あの音楽理論とか、うん、ちょっと自分で聞きかじりのところ、うん、あの耳では理解したけど、うん、それを言葉にするとき、あこういうことなんだとか、あそういうね、あと今はあの YouTube とかあるから、うん、俺も勉強するもんね。そう
若いギタリストの弾き方、ああこうやるんだ。この間もさ、あの NHK の 8K のライブやるときに小田和正さんの、はい、ラブストーリーは突然にやったんだ、はい、でそれその前に出たときには探しがギター弾いてくれてたから、もちろん俺は探しから直接聞くこともできんだけど、ちょっと悔しいから今回出るのに YouTube で同じように弾いてるやつがいて、それを俺参考にしたもんね。それ素人の、うん、素人ほらあの 手も映ってるから、ああそうか、ね、なるほどねってこうやってんだ、ハハーンってそれであの音になるんだっていうね、そうもうびっくりしちゃうよね本当。でも YouTube って今音楽の発展にすごい寄与してるはずで、なんかこう口で太鼓ドラムをやるヒューマンビートボックスなんかも、あの動画でやり方分かりましたっていう人すごい多いんですよ、うん、したらできる人大量発生ですもん。あんなそう、あんなに普通に教えちゃうんだよ、うん、そう俺たちだったら絶対鍵かけちゃうよ、鍵かけちゃう、ここから先は有料でだな、鍵かけちゃう、そうか誰でも見れますもんね。だからこれからの若い世代は本当に凄腕のミュージシャンが各ジャンルどんどん出てくると思います。だから当たり前にできることのレベルが僕らの頃とは情報の量が違うから、昔はそれこそ月謝を払って学ぶものだったのが、自由にいろんなアカデミックなものに触れられるから面白くなると思います。だからこそ今すごくクロスオーバーっていうか、ジャンルレスがさらに20年前よりも進んでるっていうのはそういうことなんじゃないかなと思います。いやでもね、そこで俺思ったのはやっぱり例えば俺たちもそうだけど、ゴスペラーズみたいに得意体質っていうのは、あの極めた人間の集まりじゃなくて、この5人がこのメンバーが集まってできる音っていうのをやっぱり世の中の人惹かれるんだよ。それは強者極者が集まって、達者な人たちがやるのとは違うものが作れる。これが俺はバンドの理想だから、俺はそのゴスペラーズがすごい感じるよ。うわ、ありがとうございます。あのすごく今なんか芯を食ったすごく本当のことなんじゃないですか。いやいやこれってそれがね、こんなちょっと先輩だから俺あえて言い方するけど、はいはい、出会ってからちゃんと上手くなってんだよ。これがね、これが嬉しいよね。たまにこうやって練習してたりするとかさ、あるいはあのリハとかこうやって聞くとさ、ちゃんとこいつら上手くなってるよとか思う。あ、もう十分上手いなと思うんだよ。でもその先がまだあるっていうのはね、やっぱだからちゃんと音楽好きでちゃんとグループとしてのあの音をまだまだ高めていこうっていうね。そうです、もったいない言葉。いやいや、ありがとうございます。でもやっぱりバンドもボーカルグループもそうですけど、その新曲が出た時に何のインフォメーションもなく聞いて、あ、ゴスペラーズだって分かるのがやっぱり理想だと思うんですよ。でそれこそあのビートルズの曲とか歌がない感想を聞いたってビートルズだって分かるじゃないですか。そうね、やっぱりあれだと思うんですよね。そういう意味では今あの要さんに言っていただいたことは最大限の褒め言葉としてありがとうございます。でもとにかく俺はその何が嬉しかったって、そのコーラスを、まあ俺たちもそうだけども、こうなんか研究しているグループバンドっていうのはやっぱりそれなりにみんなシンパシー持てたりするんだけど、はい、だからさっき酒井が言ったけど、とにかくヒット曲が出ることを待ち望んでたけど、俺はそのトワニが出た時はむちゃくちゃ嬉しかったよ。ありがとうございます。本当にということで、今日はねこれからまずやっぱりね聞いていただこうと思いましょう。はい、じゃあ、はい、安岡、紹介お願いします。はい、つい先日のその大阪でのイベントでもスタルビさんと一緒に演奏させていただきました。聞いてください、ゴスペラーズでトワニ。ラップ5ナックでロック、今夜のゲストゴスペラーズトワニ。これさ、俺たち毎回演奏させてもらってるけどさ、難しいんだよ、コード進行ね。今コード進行の話にこの曲の間なってて、作曲家の瀬野武史さん、ね、素晴らしいのコード進行名曲でしょ。それで途中で会いたくて会えないよの大サビがあるんだけど、そこのコードさ、むちゃくちゃ難しいんだけど、最近はそこはゴスペラーズでアカペラでやってくれてんだよ。だから俺たちは休んでるあそこのところって、その瀬野さんの複雑なコード進行に対して、あのアメリカのアトランタのプロデューサーのブライアン・マイケル・コックスが解釈して、はい、コード進行と多分違うという言い方違うかもしれないんですけど、独特のところにベースラインを置いてるんですね、うん、あれで一気にコードネームが分からなくなっちゃうんですよ。余計ね、複雑な、もうね一発じゃ読めない。だから上と下が違うコード進行をしてるので、あそこでもあれこそがアトランタビートなんですよね。どう解釈するんですかね。だからもうメロディーラインに寄せてればいいわけだからさ、メロディーラインがちゃんと聞こえてくれば全然いいわけでね。だとそれを音として覚えていくのは、いろんな音が重なってるから、例えば省いてもいい音もそこにいたりするけど、その空気考えるとその全部の音が鳴ってると、ああこの音この音と思うわけだから、そこをね
もう覚えらんないんだコードが。これね、かなめさん毎回 MC でこの「とわ」に1曲練習するんで3曲分の労力がかかるっておっしゃる。それが今回もあのリハに来てくれて、スタミさんとやるときは、あ、大サビは、赤ベラですよね。そうそうそう、よく覚えててくれたと思ってさ、これまたもう、じゃあお願いしますって言ったらさ、もう頭の中真っ白になるとこだけどさ、ちゃんとそれはねやってくれてるから。バンドのメンバーはちゃんとやるって大事ですけど、ちゃんとしっかりやられる。あれ、いろんなバージョンがあるんですか？いろんな、そうか、いろんな状況がある。でも、あの、もう、そうですね、うちのツアーで、うちのバンドと一緒にやるときには、もう決まった。もうずっと。はい。だからまあ、こうやって長いことやってると、そのね、大ヒット曲だけど、自分たちなりに、じゃあもっとコーラスを、あの、聴かせるバージョン作ろうよとかね、あとはもう本当オリジナル通り、たまにはやってみようとか、お客さんもね、その飽きずに聴いてられるからね。そうですね。ライブではやっぱり私も何度か見させていただいてますけど、ちょっとバージョンが違ったりとか、本当歌いろんなアコースティックバージョンだったり、本当に全アカペラバージョンだったり、さまざまなバージョンがある。スタレビバージョンだったり。そう。だこの曲を、いろんなジョイントでイベントでやらせていただくときに、その、解釈が、その時その時のバンドのバンドマスターの方の解釈が違うのが面白いんですよ。ああ、なるほどね。そっちのコード進行として解釈したんだとか、うん、あ、こっちのコード進行として解釈したんだが、本当に千差万別なので。そうだね。あの、だってピョピョピョンなんて頭の音出ねえもんね。あれなんかで変えていかないといけない。あれそうですよね。あれを生演奏するときにどこをフレーズを残すかっていうのが毎回その新しい発見を皆さんがくださるので、僕らも本当になんていうかな、生まれ変わるのを何度も目にしながら楽しんでやってます。で、そのね、まあゴスペラーズのさらにすごいところっていうのはさ、そのちゃんとバンドがこんなに固まっていながらもソロ活動を普通にやってたりするじゃん。ああ、たまに俺たちがそのイベントとかで、あ、こうゴスペラーズ来てくれたら嬉しいなとかってオファーすると、今は個人活動中ですって言って断られちゃった。ああ、そうなんだ。活動するときは、ここがゴスペラーズの活動時期、こっちはソロ活動時期って、そこはもちろんソロ活動する人もいればしない人もでもいいんだけども、とにかくゴスが動くときはここ、あとはあのそこで以下では動かない。いや、そんな言い方してますか？ そこまでは言ってないんですけど、ね、小さな事務所が小さな事務所なんで、もう一人二人別々に動くともう手一杯なんですよ。他のことできなくなっちゃうんですよ。本当に、まあ、あの僕らの大きいツアーが終わると、まあ大体ご褒美として少し2週間とかね、まあ長い時に1ヶ月とか、自由時間をいただいたりするんですよ。で、そういう時ってソロ活動するチャンスで、まあ一番はライブですけどね。で、そこを目指してみんなこう準備してたり、そこで新たな別の方とユニットを組んだりとかね、そういうのをやったりしてるんで。偉いよね、それがちゃんと、あの、じゃあゴスペラーズやりましょうって時は、それをこうみんな戻してくるわけだから。そこでの出会いで、その新しい作家さんだったり、アレンジャーさんだったり、というのをまたグループにフィードバックそれぞれがしてきたりするんで、ね、また面白いですよ。だからソロ活動も、そうそのやそかのユニットとかもやっぱそういう、あ、そうなんです。あのダンスマンさんって皆さんね、はい、ご存知だと思うんですけども、はい、素晴らしい。あのダンスマンさんって皆さんちょっと知らないかもしれないんですけど、ミラーボール星からやってきた宇宙人なんですよ。もうそういう設定でしたっけ？いや、設定っていうかですね、もう20年以上前に地球にやってきたミラーボール星人って、これ意外と地球人が知らないまま、あのダンスマンがどんどん有名になっていってしまったので、みんながこう、まあ、忘れかけている設定なんだよね。設定じゃなくて、あの、ふるさとなんですよね。まあまあ、ジョージ・クリントンみたいなもんだ、ピーバンクのな。そうですね。なんそうです、そうです。そういうなんか、そう理解していただくと。ファンクは宇宙人。で、僕があのダンスマンさんの大ファンになりまして、ダンスマンさんをプロデュースさせてもらいたいと言ったら、ダンスマンさん、ミラボール星にあのお兄さんがいるというお話で、お兄さんも地球にやってきてくださって、あのミラボール星からやってきた兄弟アイドルデュオザ・ファンクスと、その兄弟アイドルデュオを僕がプロデュースさせていただいて、ついにですよ、地球にやってきてからもう13年目なんですけど、今初めてアルバムを作ることができまして。そうなんです、ザ・ファンクス、ド派手なアルバムができましたね。はい、3月30日にリリースされたばかりの、はい、愛の十二星座というですね。だっていきなりあのファンクスのテーマはあのあれじゃないですか、昔のプロレスのね。そうです、ドリー&デリーのね、ザ・ファンクスの入場曲でありますスピニングトーホールド、まあ、地球の皆さんにとってザ・クリエーションのね、はい、ザ・ファンクスといえばあの曲だろうと思って、あの曲はインストルメントなんですけど、あれに歌詞を載せて
このミラーボール星出身のザ・ファンクスの入場曲にしちゃおうと思ってですね、ちゃんとあのクリエーションの方にですね許諾を得まして、はい、あのしたらあの出来上がり楽しみにしてますって、すごいご本人ご本人からそういう、ね、温かい言葉をいただいて、あの本当に自由にやってくださいって言ってくださったんで歌わせて。その安岡自体は、はいはい、プロレスファンではある、あのプロレスファンというと多分プロレスファンの人に怒られてしまうと思うんですけど、僕らが子供の頃、小学生の頃って当たり前にゴールデンタイムにテレビでやってたじゃないですか。まさにこのザ・ファンクス、マスターハンセンだったりとか、まあ、エリック兄弟であるとか、あの頃そのテレビで当たり前にプロレスやってた頃の子供なので、その頃は夢中になって見てました。それとあと筋肉マン世代ですね。あ、そうか、そうだって、そんなに興味あるわけじゃないけど、ちゃんと知ってるもんね、それね、刻まれてますか。なんでそれこそそんなアメリカンな人たちだよね。そうそう、あんなテンガロンハットかぶって入場してる、そんな日本人いないからね、うん、だからおーすげえなーみたいな。多分外国人で初めて悪役でないレスラーだと思うんですよ、うん、日本のプロレスの中で。 それまではブッチャーとかなんか悪役ね、どっちかというと、あのヒールっていうの、ね、そう、外国人に負けない日本人というのがヒーロー像だったのが、初めて甘いマスクの、特に弟のテリーね、甘いマスクのそのザ・ファンクスが日本人にとってのアイドルになった瞬間だと思うんですよ、プロレスラーとして。だからそういう意味で通ずるものあるなと思ってこちらのミラーボール製のザ・ファンクスもこの口を通ずるものあるなと思ってそれはまあプロデューサー視点なんですけれども、私全然プロレス分からないから、でも聞いた時になんかものすごいもの始まったなっていう感じはしました、このアルバムが。いやおうなしにワクワクするでしょ。それが多分音楽の力だと思うんですよ。そうね、これは安岡はプロデュースだけなの？プロデュースだけですね。あの作詞を中心に、うん、まああとはその音楽の方向性とかも、ダンスマンさんがまあサウンドメーカーですけど、ダンスマンさんにこういう音楽の方向性に行ってほしいとかで、あとまあジャケット周りだったりなんだったり、あとライブをこういう風にやった方がいいっていう制作をしたり。プロデュースだけっていうとちょっと話がややこしくなるんですけども、うん、あのまあ設定なんですよね。そうなんですよ、ね、設定です。何？あのライブを見に行くと安岡にそっくりな、あ、そうなんだ。たまたまやっぱりほら。ね、自分に似てる人が世界に7人いるとか言うじゃないですか。宇宙を見渡すともっといるんですよ。宇宙って広いなっていう話で、もう舞台上で大活躍ですよ。いや、これそれがお兄さん、お兄さん、お兄さん、そうなんです。お兄さん、ドリーの方がちっちゃい方が、ね、あのお兄さんで、あの背の高いアフロヘアの皆さんがよくご存知、ダンスマンの方が弟のテリー君ということでね。よかったです。間違ってこれ聞いた時にそうかなって思いながら、何も書いてないってどうかな。だから本当に宇宙人のね、宇宙人ね、ライブもやるのこれ。やります。ちょっと離れてしまうんですけど、8月の23日のにですね、東京は Spotify オーイースト、そして続いて8月27日には大阪、うん、梅田トラッドと、うん、はい、私ももちろんプロデューサーとしてね、ちゃんと見届けますよ。でも見に行くとね、あ、そうかなんだよっていうのが出てくるんですよ。もうね、聞くと違うっていうんですよ。違うんですよね。これ曲ゴスペラーズみたいな。そうなんですよ。かの有名なゴスペラーズさんが地球を代表するアーティストとして参加してくださいまして、コーラスを響かせてくださいまして、なんか設定に引き込まれちゃって俺らもね、引きずり込まれてね。おそらくゴスペラーズ史上初めて、あの宇宙空間で歌っているゴスペラーズのハーモニーみたいなものを聞いていただけると思います。知らんけど。空とらしくてどうしてどう対処してるか分かんないけど。かけますか。かけよう、かけよう、かけよう。じゃあそのかの有名な、はい、ゴスペラーズさんに、かければ満足するから。参加していただきました。この曲聴いてください。ザ・ファンクスでスターティングオーバーフィーチャリングザ・ゴスペラーズ。ナックファイブ、ナックでロック、お送りしたのはザ・ファンクスの地球デビューアルバム「愛の十二星座」の中からスターティングオーバーフィーチャリングゴスペラーズでした。声まで似てるじゃないですか。あ、皆さんだんだん地球デビューとか声が似てるとか。でも後ろでまだゴスペラーズのハーモニーがあったわけじゃないですか。後ろにゴスペラーズのハーモニー、 あそこに僕の声があるからそう聞こえるのかもしれない。やっぱりそう聞こえた。噛み合ってきたいいよ。トゥートゥルルルのところに僕を感じてるんじゃないですか。あそこはゴスペラーズですからね。あれはそうですよ。さてさて、はい、僕が一番頼もしく思うのはですね、やっぱりそのゴスペラーズは制作もそうですけども、とにかくライブをですね、本当に欠かさずしっかりやってる。もうだからその熱良さもあるしね、
もう本当にいつも頼もしいなと思うんですけども、今回もねあのコロナ禍でも、ならば楽器を減らしてねアカペラで回り、今回はいよいよ、ねバンドとのツアーをこれから始めるわけですけど、はい、これがいつから始まったっけ、4月の23日の土曜日神奈川横須賀からスタートしまして、うん、ゴスペラーズ・ザ・カツアー2022まだまだ行くよと題して、いいね、まあでも、はい、我々がツアーを続ける、ライブを続けるのって本当にスタレビさんの背中を見て、うん、あのやっぱりあの姿だと、ライブミュージシャンであり続けるライブバンドかっけーっていうのありますよ。本当にそうです。だからこのコロナ禍になっても、うん、最初は配信だったりとかする中でずっとライブ止めなかったじゃないですか、うん、あの姿を見て僕らもどのやり方ならじゃあライブをやっても怒られないんだと、うん、じゃあまず配信無観客で、その後は半分の席、あとは規模を小さくするならアカペラでじゃあ回るよと、うん、そうだね、そういうのいろいろ試行錯誤していく中でやっとね、一応通常通りの形でやっと帰ってこれたので、うん、まあね、これね本当にね、これね相談しようと思ってた矢先だったんだけど、あ、回り出してくれたからよかったなと思ったけど、なんかねやっぱりさ、去年からお客さんがそのライブに対してのなんだろうね、距離感を持ち始めちゃったんで、はい、そうですね、これまでさ、わかります、今は例えばそれゴスペラーズのファンです、あるいはスターダストレビューのファンですって言ったらそのスケジュール見て見に来てくれるけど、うん、例えばじゃあどこそこに行きますとかって言った時に、お、なんだゴスペラーズ来るんだ、アスタレビ来るんだ、ちょっと行ってみようかな、このちょっと感がねむちゃくちゃ後ろ向きになっちゃってるんだよ、だちょっと見に行ってみようかなっていう気持ちがないから、まずこれを発信できるのは絶対ミュージシャンだから ね、 そうですね、俺たちミュージシャンがライブは安全だよ、ライブは楽しめるよ、何よりもねそう心にもワクチン打ってくれよみたいな感じじゃん、やっぱりね、なんかまた素敵なワードが出た。本当にだからそれをさ、やっぱり俺やってほしいからミュージシャンが声を上げないとダメだなと思ってたんだけど、その彼らはその矢先からもうね、まあもちろんゴスペラだけじゃなくて今いろんなミュージシャンがね、そうですね、始めようとしてる、とにかくお客さんに対して、うん、いろんなミュージシャンがちゃんと気をつけてやってるからっていうことをね、うん、伝えてほしいなと思う、ね、だからやっぱりやり続けてちゃんとツアーを走り抜けることがそれの証明になると思うし、うん、でまだ数は少ないかもしれないですけど、そこでライブ会場に足を運んでくれた方がさらにそれを伝えてくれると思うんですよ、うん、そうね、だからそういう意味では僕らはまずステージを作るしかないので、うん、そういう意味では、まあ、今回もまあまあたくさんの本数、ね、30本以上やれるんでね、僕やっぱり今こうやって去年一昨年ぐらいからその配信っていうのが出てきたから、まあそれを好きに楽しむ人もいるでしょう。例えばライブ会場の雰囲気はどうも好きじゃない、でもライブ楽しみたかった、今まで DVD しかなかったのにこうやってね生でも楽しめるようになったって人がいるのはいいと思うんだけど、やっぱりそのゴスペラーズも俺たちもそうだけど、生に来てくれた人たちが、あ、また行こう、あ、また行こうって言って、うんうん、こう来てくれてるから、ね、このライブっていうのが、広がってきて、しかも、やっぱ行った人しか分かんないよね、ライブの良さは、ね。なんかすごかった、みたいなやつ、あれですよね。なんかもう言葉にできないけど、この会場のこの雰囲気、なんかもう自分がね、受け止めてることってなんか違うんですよね、やっぱり。言っとくけどね、ライブ見たってね、はい、何も残んないんだよ。でも記憶と自分の味わった感覚だけはずっと残ってるからね、本当に目の前に何かケーキがあるとかね、何かこう品物があるみたいなものはないんだよ、何千も払ってチケットで買うけど結局何も残んないんだけど、でも心の栄養としてはね、僕はもうライブってやっぱなんか本当に人間が真剣に人に何かを伝えようとして歌って、うん、そしてまた楽しんでもらおうと思って企画するものって絶対打つよね、なんかね、うん、これはステージに立っててもそうじゃないですか、やっぱ配信とは全然違います。そうですね、違いますよ、ね、何しろやっぱりお客さんがいるということとか、ね、そのリアクションを見てさらにこっちがいいものが引きずり出されちゃう時とかは本当にこうじゃないと俺は実力が出ないのかもしれないって思うことあります、うん、ね、お客さんがいるとね、いる状態、そうそう、やっぱりライブってその会場に集まってくれた方のために歌ってるんですよ、そうですね、そうね、だから一言で言ってあなたのためにオーダーメイドで歌ってるんですよ、うん、だからやっぱりそれっていうのはCD ではやっぱり感じられないものだと思うし、うん、まあ一言で言うと僕らの場合ハーモニーを見せるとかの、あ、本当にやってんだその場でっていうのを感じてもらうだけでも、ね、僕が思うのはやっぱりその僕らもコーラスやるバンドだからよくわかるんだけど、コーラスって本当に日々違うのよ、はい、なんでかっていうとね、楽器はね、楽器は鳴らせばある程度音出るんだわ、それこそ二日酔いで楽器弾いたって普通に音出せる、ところがコーラスはもう自分の体調っていうのは、うん、こんなに寝たのに出ないのとか、え、昨日は何もやってないやべえっていう時に今日出てるって、ね、それもあるんですね、なコンディションって全く作れないよ、ね、そうなんです、だけどこれをみんなが工夫しながら集まってきて、
一番いいものを作ろうとする、この、なんて言うんだろう、念みたいなもの、ね、うん、本当にこの頭の中のね、念みたいなものがお客さんに何かを伝えてるんだと僕は思うよ。うん、だからあんなにお客さんも手が腫れるぐらい拍手してくれるわけだ、今なんかね。そうなんですよ、拍手だけで伝えなきゃいけない、声が出せないお客さんがね、うん、だからありがたいわけよ本当にね。それを俺たちはそれをね、 ある種軸として音楽活動している、チームとしてはね、今こうやって去年ぐらいからなんかコロナにね足腰を弱められちゃったけど、ここでミュージシャン頑張ってね、そうですね、声にして伝えていかなきゃいけないなと本当に思うよ。うん、はい、まあでも本当にね、客席に集まってくださる方こそが僕らにとっては歌う理由なので、うん、そこにあなたがいてくれるから歌うわけじゃないですか。だからそれは僕らテレビカメラに対して歌うのとは全く違うわけですよ。だからそういう意味では皆さんに足を運んでいただけると、僕らの歌もより近くで、うん、ダイレクトにお届けできるなと思いますね。まさにその通りだね。うん、なんか音楽っていうものがね、一番単純にさ、バブル時期とかさ、売れりゃさ金ボンボン入ってくるから、うん、でもなんていうの、俺たちってさ日々働いたことでなんかこう音楽って対価を得られてきたと思うんだよね。うん、だからいい曲書いたからもうそれで印税で一生食えるって言っても、それは音楽活動とは違うところにいると思うんだよ ね、やっぱ毎日歌う、毎日人前に出て何かをするっていうことが僕ら そのミュージシャンとしての使命だと思うからね。うん、アーティストじゃないんですよ、ミュージシャンなんですよ。アーティストじゃない、音楽やんないと ね、やっぱりね。あ、ぜひゴスペラーズのね、ライブ、まあもう本当にこの5人のね、しこたまなトーク聞くだけでも、いやいや、とんでもない、まあ、よく喋りますよね。トーク聞くだけで、いやいや、もう要さんを前にして喋れるなんて言えないですよ。念のためナックファイブなんで、埼玉の公演だけご案内させていただいて、ね、4月27日水曜日、埼玉はサンシティ越谷市民ホール大ホールの方で、やり越谷でございます、今年は。はい、これ言っとかないと怒られちゃうんでね。そうなんですよ、これまだまだ行くよっていうこのね、タイトルにも気持ちが、これね、安岡の発案なんです。ああ、そうなんだ。いや、まあなんか あんまり堅苦しいの嫌だなと思って、でさっきも要さん言ってたけど、今回僕らがこれツアーやるからってまだ会場に来るの二の足踏んでる方もいらっしゃると思うんですよ。ご家族がいたりとか、お仕事があったりとかで、今回来れなくても絶対もう一回次のツアーもやるし、その次のツアーも僕らはやるからっていうことを信じてもらうためにこのタイトルをつけようと。それだから今回がだけで僕らも成功とかね失敗とかじゃなくて、僕らはただ単にやり続けるミュージシャンなんだから、それはそういうことだよね、っていうことをね、コンティニューという意味がある、やっぱミュージシャンってそういうところからね、まだまだ成長したがってるし、みんなね、そうなんですね。今見て、そして次も見てっていう続きもので見てくれたらさらに面白くなるし、はい、続きものにするにはね、きっかけが必要だから、なんかのきっかけの時に、まあ簡単に言えばさ、ゴスペラーズのチケットなんか取るの大変だから、今回なんかだったらまだもしかしたら楽にね、早めに取れるかもしれないよっていう、俺らもそうやって言ってるところあるからね。そうそう、なかなか、まあ、でも本当に出会いのきっかけではありますからね、本当に、本当にぜひこういう時期にミュージシャンが何考えてるかね、どんなことを伝えようとしてるか、本当にいつも以上に真剣に考えてお客さんと向き合ってるんで、この時期にねライブに来てくれたら本当に嬉しいなと思いますよね。はい、やっぱりかっこいいこと言う要さんっていいっすよね。珍しいみたいに言わないです、それが珍しいみたいな、急にあご触りだから。うわー、かっこいいなと思って、真剣に酒井さんがずっと要さん見てるなと思って。メッセージ性の高い要さんすげえかっこいいじゃないですか。いつもステージはそんなことない、普段そうじゃないみたいじゃない。いやいや、だって面白くいじってくださるからね。確かにね、ゴスペラーズこんな俺を安心させてくれるチームはないよ。だからいつもメンバーに学べよって。おかしいよ、順番がおかしい。今日の段取りはこうだからって、俺メンバーに行く前にゴスペラーに言いに行くからね、本当にね。おかしいおかしい、本当にありがたい。さて、もう一曲、もう僕も、はい、僕らも演奏させてもらってる大好きな曲だけど、これもね本当にね、なんていうの、バンドの思いと、それからアレンジもそうだけどね、ちゃんと俺たち5人で作ってくぜみたいな、これいいな。この間のシングルになった曲なんだっけ、ボクサーボクサーズ、あれもなんかゴレンジャーみたいな話、そういうことです、ね、酒井さんが作詞した曲です、酒井さんの声です、ね、5人でうるさくワーワーやっておりますみたいな曲をね、やっぱり作っていかなきゃと思って、この1,2,3,4,5、これがね、今日ね、もう曲をお書きしたいんですけど、これね、上がるんだよ、よくね、一緒にやっていただいて、このまたね、ステップがね、むちゃくちゃ気持ちよくて、で
村上から彼女その辺ちょっと行くんでちょっと下がってってもらえますかって。結構ね男性エリアが広いんですよ。こ れ, これ結構ね動くよね。そうですね、あの大事なギターにぶつかっちゃいけないと思って先に、ね、そうですそうです。むちゃ後ろで見てて上がるんだこの曲。すいません、知りませんこれね。だからまあ例えばトワニみたいに本当にねメロにこううわー来るなーって曲と、あとね上がる曲もいっぱいあるんだよ、うん、それもねやっぱりライブの醍醐味だと思うんで両方合わせて、さらにトークもね得たいただける。仕事中です。じゃあ、もう一曲紹介してください。はい、ゴスペラーズで 1,2,3,4,5 ナックファイブ、ナックでロック。今夜のゲストゴスペラーズ酒井さんと安岡さんです。酒井さん、はい、その曲の 1,2,3,4,5、 はい、もう20何年、ゴスペラーズもうすぐ30年でしょ。28年目です今ね、もうちょいですね、もうちょいです。この間25周年でもうすぐね30。俺たちだってさもう今40周年ツアーやってるけど、これ終わってすぐ経つと45が始まっちゃうと思う。42とか3がなくなっちゃうんだよね。だって1ツアーが長いから1ツアーで2年かかったりするからでしょ。そうなんだよ、常に周年やってる感じになってっちゃう。これ卑怯だバンド。でもまあね、ゴスペラーズこうやって元気にね、やってくれるのはむちゃくちゃ嬉しかったし、今回ゲストに出てくれるというかさ、もう俺は上がったね。ありがとうございます、読んでいただきまして。嬉しいですよ。なんかね、こんな風に音楽をね、まだまだ伝えていきたいし、あの、僕らもゴスペラーズそうだけど、さっきもう2人が話したけど、お客さんと一緒に楽しみたくてやってるからね。そうなんですよね。レコーディングスタジオで、なんか、もちろんいい音楽を作りたいという気持ちは誰しも思ってるけど、それだけで満足できる人もいれば、やっぱりそこにお客さんがいるから、なんか俺たち音楽をこう楽しめるっていう人もいると思うんでね、ぜひライブね、足を運んでいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、このまま、結局ツアーはどれくらい続くの？半年ぐらい続いてる。8月の頭ぐらいまでです。今回は36公演。はい、またちゃんと年に一度ずつしっかり回るからね、本当に偉いなと思いますよ、彼らね。ぜひそのライブに、それでまたあれだね、あのお客さんにライブがどんだけ大切なもんか、ミュージシャンにとってね、語り続けて、そうですね、本当あの見に来てくださる方にちゃんとそれを持って帰ってもらえるように、うん、まあ、我々もしっかり準備しようと思います。はい、はい、ということで今のところ一番新しいのはこのアカペラのアルバムだっけ。アルバムとしてのリリースはそれが一番新しいんですけれども、ね、まだ今一生懸命作っておりますので、もう少ししたら皆さんにいろんなことをお知らせできると思います。じゃあツアー中にちょっと聞けたり、そんなあのそれが匂わせその匂わせありそうだな。あれ匂わせ、なるほどね。まあね、しかしまあ本当にアカペラこれをあのアカペラ2は、はい、一昨年出たんだ。去年か、はい、出たのね。去年出てその時にアカペラツアーをやったので、こうやってね、はい、ちゃんとアルバムをねリリースし続けてて、しかもね新曲にまでやって、本当に俺たちも学ばなきゃね、頑張って。どうして学ぶっていうことになっちゃうんでしょうか。こちらがもうスタレミさんやってんぞ、負けてらんないぞ。スタレミさんのツアーの本数を見たら、もう本当に追いつけ追い越せがまだまだ遠いなと思いますよ。叶う気がしない。あのお宅の北山のお父さんぐらい回れたらね、本当に、ね、あそこにいた超人がいた。そうですね、佐田さんぐらい、ね、そうですね、あれぐらい回れて喋れたらねいいでしょうけどもね。周りに刺激的な人がいっぱいいますね。そうですね、超人ばっかり。喋りだけだったら要さんも負けてないんですけど、まあ本当お互いねこうやってなんか音楽活動しながら、しかもね本当にいいタイミングで顔を合わせてられるんで、はい、僕らにとってはね本当にありがたい仲間だなと思ってるんですけど、これからも番組の方もね、はい、ぜひリードサンドと関さんばりにあのヘビーに出てきたいと思うんでよろしくお願いします。それこそライブの前だけでねリリースとかなくても、本当にこうやってあのどこそこでやるよっていうのをね伝えに来ていただけたらありがたい。はい、お願いします、はい、ということでございまして、今日はコスプレですから、酒井君、そして安岡君、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、いやー賑やかでしたね。本当にありがたいです。はい、番組への感想、そして要さんへの、メッセージリクエストお待ちしております。ナックでロックです。はい、今夜も1時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。お相手はスターダストレビュー根本要と久保田由美でした。来週までお元気でバイバイ、はい。